あ、おるやんけ。これ妹？ドッグンドッグしてる。表明しちゃった。うおアメリカンすぎないそれ。やる。フェイタルミッドナイトやっていきましょう。はい。はい。お、oh, my parents went to あ、両親が旅行行っちゃってるから一人ですよって。うん。探しに行こうぜって感じだね。そんな感じだね。これってどういう視点？なんだイオンだね。これがもう本当にイオンか。妹のせいやろって。うわ、すごいね、なんかこの感じ。ネット揺れもすごいね、これ。ね、もうどんだけフラフラなの。もう寝起きか。あら、おしゃれさんだね。ほんとだね、いいね、ユナイテッドアローズみたいな。あら、かわいい。これはあの、100均とかじゃないよ、この箱きっと。そうね。これお父さん？めっちゃイケメンじゃない。すごい強そうだね。I don't need to go there。あー、ごめんなさい、シスターのルームどこですか？早く探そう。あれ、ま、ドアが開いてる。なんかブーの部屋みたい。嘘、サリー来る、ここ。ストレンジシーン。いないね。あ、勝手に、付け合わさるお兄ちゃん。あ、最低だ。で、下から順、何も入ってねえ。妹どこ行った？あ、あんまりなんか洗濯とかやってなさそう。ほんとだね、ここはあんまり綺麗じゃないね。え？どうなってんここ。どういうこと？どういうこと？ちょっと待って、一旦戻ろ。え？なんか落としたよね、今。難しい、ここのお家。特殊な作りしてるね。あ、なんかすっごい音してない？下から。してる、してる。なんだ、ここ。おぉ、うわ、すごい。本当だね、映んない。マジ？シックスセンス？でもなんか、シャイニングのトイレみたいな。うわー、てか、3個みたいよ、ここ。なんかそういう、昔ながらのホラー映画の雰囲気あるね。うん。あらあら、なんかこう、パラノーマルアクティビ。あ、音するね。確実に音するね。さすがに妹の寝息じゃなさそうな音が。そうだね。どういうホラー？飼ってない動物の写真も貼ってんのか。ん？なんか、ビデオが。あ、なんかテレビついてるわ。うん。なんだなんだなんだ？あ、すっごい音する、音する。あ、どこだどこだ、お前か？なに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 これ。お前や。え？あ、あれ？あ、そしてなんかドゥーンした。ドゥーンしたね。おい、妹よ、ドゥーン。雰囲気たっぷりだね、このゲーム。あれ？なんにもない。触れるけどなんもないんだ。うん。あれ、開かない。あ、ほんと、この辺開いたはずなのに。あ、じゃあもうこっち側で何か起こるんや。いえ、あ、あ、おるやんけ。あれ、妹？妹かな？めっちゃスピード。シスターオリゴン。ベースメントにいた。アインフォローハー。地下はどこですか？これか？これ地下か？そっちかも。うんうん。ファイナルファイナル、フラッシュライト。あー。セカンドフロア。また上行かされる。最初から取ってこいや。セカンドフロアのどこって書いてあった。これもこれ。ここだ、ちょうどここだったみたい。フラッシュライトがあるの。これか？これか？ありそうだわ。あ、でかい。お、結構でかいやつ。思ったよりでかい。海外式や。あ、すごい、私のマウスにすごく敏感に反応してくれるから。ここすごい、イット出てきそう。イットってか、ペニーワイズというか。確かに。もうめっちゃ水浸しになってそうだね。確か、資料館。確かに。あ、やばい。あ、妹ちゃん？大丈夫か？あれ？どうした？妹ちゃん？何このドックンドックン。ドックンドックンしてる。共鳴しちゃった。共鳴したね今。ケロロ軍曹みたいになっちゃった。なんだ今の高速伝言運動してた女の子は。なんだ、あれは妹ちゃんかな。ノックミー。あ、電話鳴ってる。本当だ。どこだ？あ、でもそっち側ではありそうだね。ここか？え、僕の電話に出させられる。そんなとこに電話置く？あら。え、これはなんかムービー入ってる。入ってる。Hey son。ないね。あ、I know what happened to you. Go to your room. Under the bed, there is something that will help you.アンダーベッドに行けと。え、これもう不審者来たってこと？
なんでオパパウエそれ察したんだろうね。ねえ、なんか霊感強いのかな。おおすごい、めっちゃびっくりした。今のがめちゃめちゃいいよね。めちゃくちゃ良かった。いい演出だね。もう待って、マウスから手離したもん私。ゲームのキャラを置いて主人公を置き去りにして逃げようとしたわ。今の妹、なんかさっきの子と違う顔っぽかったよね。さっきの子めちゃくちゃ赤かったから。おパパ上に、あ、おパパ上の声を出して誘導された。あーなるほどね。ずるいこと、にくいことするね。ずるいわ。あら、置きっぱなし。お、本当だ。両方食べてない。本当だ、これレディーさんとトランプさんが食べてるやつやん。本当だ。それぞれで食べてる。ちゃんと自分たちのじゃなくて。あれ、それはベッドの手前のその箱なんですよ。なんかよくあるやつ。よくあるやつか。違う。違うよ。ベッドの下のこれを出せって言ってたんじゃないもしかして。ああ、そういうことか。ちょっと早すぎて見えなかったけど。マジで嘘でしょ、アメリカンすぎない、それ。いや、やる。なる、使ったことあるそれ。やり方わかる。ちょっと押してみる。うわっ、うお、確実に。ファーストフロアで、ファーストフロアで動いてるって。彼女を探せって、撃つ気満々やんけ。撃つ気満々じゃん。あれ妹じゃなくいいんだ。じゃあもうあれは妹じゃない確定でいいんや。そうなんだ。あ、開いてる、ここ。ほんとだ。やばい。あ、いるね、いるね。どこだ、どこだ。右側で足音したね、今。やばいやばい、私 FPS やるなんて聞いてない。いや、ね、まさかだね。あ、なんか地下閉まってるよ。あ、右にいる、右にいる。足音右。あ、やった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 。あらららら、やばい、オーバーキル、オーバーキル。え、彼は薬物を使用していたとか書いてある。ちょっと待って。あら、警察が到着し、うん、ダニエルを逮捕する。その結果、彼は知的障害を抱えていて、薬を服用していた。うんうん。実際にはシスター、妹なのか姉なのかは、自分の命を守るために兄から隠れて逃げようとしていた。うん、なるほど、ね。別に悪魔に取り憑かれたとかいうわけじゃなくて、全部ダニエルの妄想だった。はいはいはい。で、彼女の悲鳴を聞けと銃声を聞いた人たちが、近所の人たちが焦って警察に通報してくれた。でも、もう少女はショットガンで撃たれてた。疲れなかった。で、ダニエルは精神病院に収容されて、そこで何かを起こったのかを知った。みたいな感じだ。まさかの歌だった。めちゃめちゃ、そう、主人公側が、おー、イグジットした。ちゃったなんか妹に何か取り付いたのかとか、そういう感じでいたけど。うん、なんかいろんなことを考えてる、うん、はい。チャンネル登録、高評価、コメントなんかも残していただけると嬉しいです。はい、お願いします。はい、次の動画で。はい、バイバーイ。